東電の顧問には去年の原発事故当時社長だった清水氏と担当副社長だった武藤氏、また官僚 OB など11人が就任していますが、全員が今日付けで退任します。清水氏や武藤氏ら3人は無報酬ですが、その他の8人が受け取っている報酬は合わせて7700万円に上っていて、経営責任を明確にするほか、人件費の削減を図る狙いもあります。一方、東電は来年度の電力需要と供給力の見通しについては、政府に来月提出する総合特別事業計画に盛り込むとして明らかにしませんでした。